3番の福田を抑え込んでいきます。1番の吉沢が誘導員をかわしていくところ、さあ外から5番の佐藤曲がってくる。佐藤が一気に前に上がって残り600とかね。1番の吉沢は一旦下がって、ここは中段5番手に入っていきます。7番手まで下がっているのが3番の福田。縦1列で4コーナーからホームストレッチ。間もなく残りが1周。さあ5番の佐藤の先行です。2番手は2番の斉藤、3番手には8番の石井が続いて、その後ろに4番の筒井です。さらには1番の吉沢、現在は5番手の位置、バックストレッチ。まだ縦1列だ。5番の佐藤が軽快に飛ばしていく。2番手ぴったり追走、2番の斉藤、3番手は8番の石井。別線に出番はあるか、内を懸命にスコートする吉沢。4コーナーから直線、佐藤が先頭、追ってくるのは斉藤、さらには石井ですが、5番の斉藤が、外からは3番の福田も突っ込んでいます。しかしわずか、